い、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということでマック大好きなかっちゃんなんでございますけれども、またマクドナルドのチキンナゲットに新しいソースが出たというふうにツイッターで教えていただいたので買ってきました。マクドナルドチキンナゲット15ピースセット、今だけ15ピースで390円でした。で、なんかね、解凍ナゲッツゲッツ解凍ナゲッツっていうキャンペーンみたいなのやってるらしく、店内にいろんなダンディーさんのあれが貼ってありました。今回こんな感じでソースを4種類もらうことができたので、今日は、ね、4種類のソースを食べ比べていきたいと思います。いや、なんか今日チーズケーキのやつを頼もうと思ったんですよ。機械の清掃中で食べることができませんでした。チーズケーキのゲッツ。今回こちらがお値打ちに発売されているマックチキンナゲット15ピースセット、揚げたてのチキンナゲットがぎっしりと入っています。クリーミーチーズソースとフルーツカレーソースが新登場となっています。4種類のソースの見た目はこんな感じになっています。はい、じゃあ早速食べていきましょう。いや、これすごいよ、15ピースとかめっちゃ夢なんだけど。じゃあこのクリーミーチーズソースからいってみましょう。美味しさもゲッツ。あ、フライドポテトにかけるソースあったじゃないですか、前あれのソースみたいな味がします。おいチーズ。じゃあ次このカレーソース。カレーソース結構開けた瞬間から匂いがすごいしましたね。甘いな。なんかほんとちっちゃい子でも食べれるような結構甘口のカレーソースみたいな感じになってます。口当たりやとてもいいね、このカレーソース。うん、じゃあこのバーベキューソース、安定の美味しさです。じゃあマスタード、マスタード、 It's mustard。 なんかこの新しいソースなかなか美味しいです。こっちなんか小さい子が好きそうな味ですね。チーズ好きのちょっと大人な方はこのチーズの味も結構好きなんじゃないかなと思います。全部つけよう、全部つけてみよう。個人的にはこのバーベキューかチーズのやつが好みな味な気がします。ポテトも150円なので買いました。ポテトにはカレーソースがすごい合うような感じがします。じゃあ最後の1個ですね。うん、ということで今までにない感じの新しいフレーバーのチキンナゲットによく合ったソースがとても美味しいソースでございました。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はマクドナルドさんの新しいナゲットソースをいろいろ食べ比べてみた動画でした。なんかね、カレーはね予想以上にすごい甘いです。ちっちゃい子すごい好きそうな味です。チーズの方もなかなか濃厚で美味しかったです。で、なんかこうツイッターでつぶやくとこう金のナゲットが当たるらしいですよ。よかったら皆さんぜひマクドナルド行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイチキンナゲット。ナゲットソースにつけるポテトってなんでこんな美味しいんやろうか。